皆さんこんにちは、かねです。チワワのカプチーノです。今日はね、いつもと違う背景だと思うんだけど、実家で撮ってます。今日この後3年ぶりに韓国に行ってきます。一昨日からね、カプチーノと一緒に実家に来てて、私が韓国に行ってる間、実家でカプチーノは見ててもらうことになりました。うちの母もカプチーノ大好きなので、きっと私がいない間も楽しく暮らしてくれると思います。2020年の1月末に韓国に行ったのが最後だから、厳密に言うと2年7ヶ月ぶりぐらいで、もうどうしよう、本当に泣くかもで、着いたら韓国で何するかっていうと、日本のお友達と現地集合して一緒に泊まって、 Airbnb で宿を3つ予約したので、それぞれルームツアーとかレビューしたいなって思ってるの と、 あと韓国といえばオリーブヤングがコンビニ並みにたくさんあるから、今ちょうどね9店目が割り中だけど、9店とオリーブヤングどっちが安いのかっていう、ちょっとおげすい動画も撮りたいなと思ってます。あと美容はね、ずっと行きたかったアビジュクリニックに行く予約をもう取ってあるので、それはもう明後日行きます。超楽しみ。 IPL だけ予約してあるんだけど、他にいい施術があったらそれもやりたいなと思ってて、絶対動画でレビューしようと思ってます。で、あとはこれはちょっと最終日間近になるんだけど、この MG ハゲのここのね、ヘアラインアートメイクをやろうと思ってて、日本語が通じるところをたまたまインスタで見つけて予約して、あの日本で YouTube をやってるんですけど、動画撮ってもいいですかって聞いたら、もちろんご協力しますって言ってくれたので、動画撮らせてもらえることになった。めっちゃ嬉しい。あとはお洋服買い物したり、ご飯食べたりとか、カフェ巡ったり、その辺もね、 Vlog とかも撮っていこうと思います。私もともとさ、コロナ前は結構韓国旅行のこととか YouTube にねしてたんだけど、すごい久しぶりにまたいっぱい撮れるなと思って、超嬉しい。なんでこのタイミングで韓国に行こうとしてるかというと、今月だけ旅行ビザがいらなくなったの。本来はね、旅行ビザっていうのを日本にある韓国領事館に申請して、でそれを受け取ってからしか入国できなかったんだけど、多分でも今月だけその旅行ビザっていうのが不要で、8月31日までに韓国に入国すれば PCR の陰性証明だけ持っていけば入国できますよっていうニュースが急にね、ツイッターで回ってきて、だいたい韓国好きの人フォローしてるから、すごいリツイートで回ってきて、でもこれ行かなきゃじゃないと思って、その次の日に飛行機を取って、なんとか今日から行ってきます。旅行に関しては1日単位で条件が変わるというか、この調子で9月以降も観光ビザ免除になったらいいのになって思ってるんだけど、どうなるかなって感じで、でちょうど私が帰国する頃には日本に帰ってくる時の PCR の陰性証明が不要になったんだよね。水曜日に発表されて、それが木曜日にワクチン3回目打ちに行って、で金曜日にワクチンパスポートを発行してもらって、で土日月で今日っていうね、超ギリギリ。これもね、何かのタイミングだなと思って、せっかくなので楽しんでいきたいと思います。お友達は普通にリモートでのお仕事あるみたいだから、私もその間カフェで動画編集とかして、なるべく更新できたらいいなって思ってます。あとね、日本で撮った動画まだ何本か韓国滞在中にアップロードされる予定なので、それも合わせて見てもらえたらなと思います。もう本当にさ、カプチーノぬいぐるみってことにして一緒に韓国連れて行きたいなって思ったりさ、どうにか人間っぽくして子供ですってことで韓国一緒に行けないかなとかさ、まあ、厳密に言うとワンちゃんもなんか申請したらね、一緒に入国できるんだけど、ここまでするのもあれじゃない。だから初めての長期のバイバイだね。寂しいね。ねえ、他にどう喋ってること、ごめんね。ここのお家すごいいいでしょ、何でもしてくれるから。そういえばね、最初に飛行機予約した時めちゃくちゃトラブって、韓国の飛行機が最近すごく高騰してるっていう記事を読んだことがあって、ひどい時は往復16万円ぐらいするっていうのを見てさ、韓国って2万円で行けなかったっけって思って、それでその8月中は観光ビザ不要で旅行に行けますっていうのが発表されたから、絶対人気殺到すると思って、8月だし夏休みだしと思って結構急いで撮ろうとしたの、その発表されたその日に。
なんとか LCC で往復4万5000ぐらいの見つけて、もう全然ありありと思って予約しようと思ったんだけど、エクスペリアで。でもなんか決済できなくて、でカード会社に問い合わせたら、カードのせいじゃないですって言われて、あ、じゃあエクスペリアがもしかしてなんかサーバー落ちてんのかなと思ってまあ結果違ったんだけど、その時はそう思って LCC の公式サイトで取ったの、同じ価格で。でそれでクレジットカード決済できなかったからペイパルで決済したら、ペイパルの決済だけできて予約できなかったので、え、どういうこと、お金と思って、その日はもう深夜になっちゃったから次の日問い合わせしたんだけど全然返事来なくて、で元々なんか日本語での問い合わせは受付を一時中止してますって書いてあったから、頑張って韓国語で問い合わせて、決済完了したけど予約できてませんって連絡したんだけど全然返事返ってこなくて、で次はとりあえずペイパル決済だったからペイパルに問い合わせたら、ペイパルでの決済は未承認ですっていうよくわかんない返事が来て、でペイパルもクレジットカードと紐づいてるからさ、そのペイパルに紐づけてるクレジットカード会社に連絡したら、クレジットカード会社には決済の情報が来てないので多分ペイパルで止まってると思いますって言われて、でまたペイパルにそういう風にカード会社に言われたんですけどって言ったら、航空会社がキャンセルしないとキャンセルできません、もしくはこのまま30日間待ってくださいって言われて、もし4万5000円だけ決済されて予約できてないとか地獄なんですけどと思って、でもとりあえず早く飛行機取らなきゃっていう、やっぱせっかちな気持ちが湧いてきて、普通の LCC じゃない航空会社で予約して、往復で6万円ぐらいだったかな、もう2万円で行けたのにって思ったけど私は荷物も多いから、 LCC だと荷物が増えると結局追加料金かかるじゃん、だからまあいっかと思って予約した後に、その決済だけできて予約できてない LCC の会社に一応キャンセルしてもらえることになって、無事に行くことができるということでちょっと安心した、まあ、そんな感じで、なんか最初からめっちゃ疲れてなので韓国ではちょっと無理しないでのんびり楽しく韓国のお友達とかにも会ったりして過ごしたいなと思います。きっと今日のインスタから韓国旅行のストーリーが点線になってると思うので、そちらも韓国好きの方ぜひ見てもらえたらなと思います。 TikTok も頑張って撮ろうかな。はい、そんな感じで今回は久々に実家から報告の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。